Tradition versus evolution. Which one does this Okinawa style support? Hi guys, I'm Yusuke, karate coach here in Japan, usually in Tokyo, and I'm here for you to show what it's like to practice karate in Okinawa. I've done a season 1 of this series, Yusuke in Okinawa, already last year, so please check it out from up here. For the second dojo of Yusuke in Okinawa season 2, we're going to visit Shogen-ryu. To be honest with you, this karate style was by far the hardest karate style I've ever encountered. However, with such difficulties comes a huge reward. I'm confident that you will learn a lot in the next few episodes. Let's start off with their interview. Tamaki Takeshi desu. 81歳になっています。よろしくお願いいたします。はい、私は渡嘉敷正彦です。ここの道場の館長をしております。まあ、空手歴も、まあ、17歳ぐらいから、高校の時から開始して今日までやっていて、まあ、先輩方にいろいろご一緒して指導を今日までやっております。よろしくお願いいたします。はい、どうも。じゃあお二方も、私みたいなこんなひよこからしてみたらもう大先輩なんですが、玉木先生はどういったきっかけで空手を始められたんでしょうか？僕は長峰道場の近くに親戚がお家があったんですよ。そこで受験勉高校の受験勉強をしてたんですけどね、はい、中学3年、はい、それであの人が群がってたんです。その当時あんまり道場が少ないから、長峰道場も本格的な道場ということで、はい、うんうん、すごく人が集まっていて賑わってたんですね。賑わってた。で、夕飯食べて散歩してると 2,3 回見たもんだから、その後入門、ついでに入門あ、本当に近所に。そう、近かったんです。ですね、親戚がいたもんですからね。何がその、まあ、極端な話ですね、例えば音楽でしたりサッカーとかいろいろあったと思うんですが、なぜ空手を？その当時というのはそんなにあの受験勉強だから、要するにもう見ていてもあの空手というのはやっぱり強くなるというあれか、うん、イメージがあったもんだから、はい、そういう気持ちもありましたね。あ、強くなりたい最初はね。あ、最初はちょっと変わっていったんですか？だんだん変わっていきます。お、それはちょっと年数の立ち次第に変わっていきますどう変わっていかれたんですか？これは喧嘩だけじゃないなということが、あ、人間修行みたいな感じになってきて、だんだん、あとは先生とのつながりだんだんできてくると、はい、先生の話だんだん聞いて、うんうん、そのやっぱり心だなということになってきましたね、最終的に、はい、特にその心の部分で、まあ、自分あの先生として、まあ、印象に残っている内容でしたり重要に思われている点などございますか？そうですね、先生がもう京都の方で禅を組まれるようになったんですよ、先生が。長峰先生本格的に、はい、それからまた先生も全然変わってきて、あ、それを見ているわけですね。そう先生が変わっていく姿を。そうだんだん変わってきて、稽古始まる前、以前はすぐ準備運動して、礼してから準備運動だったんですけど、はい、その先生が禅始まるようになってからにはもう10分、15分ぐらいはやっぱり禅組むようになったんですよ。あ、なるほど。15分ですか？15分ぐらい。木曽より木曽的に長い、ね、そうです。全然もう完全に禅のあれですね。そうなんです。組み方も全部こうして教えてもらって。そうなんですね。それは、松林流として取り組まれていたわけですね。そうそう。で、他の道場で全然こんなことなかったんですけど、最近また、その他もこっちにあのお嬢さんがいますから、主流の方に。なるほど。じゃあそういったまあ変化を見ながら空手をこう流れ続けていかれたわけですね。はいはい。ちなみに空手歴としましては今何年になるんでしょうか？空手歴は ある新聞によったら65年になっていますね。中学の時ですから。いや、そこまでこう長い年月続けられるっていうのは何が一番こう楽しく、やっぱりこうだんだん変わってきますから、いろんなやり方のあれで、うん、練習のやり方によって、はい、空手に取り込む方も違ってきますし、うん、力の入れないような感じ、年取ってくるとね、はい、そこがまた変化として、若いうちは力でやってますけど、うん、そこの抜く感覚でしたり、そうです、いろいろ発見がどんどんあるわけですね。たくさん出てきますね。なるほどです。ありがとうございます。渡嘉敷先生の方はどういったきっかけで？私はね、中学3年の時に、はい、沖縄タイムズから出した武士町村という単行本が出たんですよ、はい、中学3年の時に、はい、それを中学3年の時読んですぐ憧れて高校入ったらもうすぐ空手部部活があったんですね、うん、で空手部
高校から出入って、それは流派は何？もちろんあの松林少年で入って半年ぐらいかな、1年半年でも10ヶ月ぐらいしてからすぐもう学校の空手も終わって、また長め道場行って先輩方と一緒に来てないと、そうなんですね、うん、だからあの時はもう空手オンリー、もうあのお家帰ったらもうすぐカバン置いちゃう、すぐだ、大体みんなそうです、あ、そうなんですか、空手部であの練習したらすぐ終わってきたら、もう毎日稽古ですか、はい、今みたいにテレビのあれないから、放送がないから、はいはい、僕らの学生時代までは、はい、まあ、皆さんその空手にっていうのも長峰先生がその自分がやっている空手の、まあ、技術体系を松林流としてあの命名されて、まあ、道場として運営されたというのは、うん、お二人空手を始めた時にはもうこれは松林流なんだというふうにもうスタートしているわけですね。なってました。なるほど。じゃあもう最初から先生が、そうですね、先生がもう道場今のところにあるより、 あった時よりまた以前に戦、あれですね、戦後の、はい、その時も松林流としてですね、研究所になってました。あ、なるほど。では今回あの正元流というあの名前が、うん、あると思うんですが、そこはどういった違いがあるんでしょうか。これはやっぱり あれですね、うちの先輩がこの正元流一緒に立ち上げた田場さんという方があっちにいらっしゃるんですけど、はい、そのと人と僕とあの松林で執行役にしてたんですよ。 あの人が会長で僕は理事長だったんですよね、はい、いろんな職とこういう役員してる人全部歩きられたような感じですね。でその後から結構その前には長峰さん亡くなってから2代目がいたんですが、2代目はアメリカに行ったり来たりしてたんですよ、はい、まあ、2代目と会わなかったからというかな、そういう感じです、ね、田場先生はあれに嫌われて、先生は長峰先生はこの人じゃないと2代目は収めきれないということで、うん、会長させてたんだけど、あの2代目はまたこの人嫌ってるわけですよ厳しい、ね、厳しいから、うん、なんか技術体系として、そうです、それもありま す、うん、全然あります。どういったところが違うんでしょう。我々の場合はあれですね、今の松林の電柱とはちょっとまた違うというのは、はい、この稽古のやり方が あっちはもう昔のやり方そのままずっと、僕らはもうこう切磋琢磨のいろいろみんなと、うん、交流しながらやってますから、まず松林流から跳ねた他のでいますから、はい、そういう人たちとやってますから、はい、稽古のやり方がもうだんだんかうちの方は変わってるんですよ、うん、要するに どういったところで、すみません、どういう稽古をやられるわけですか。もうやっぱり松林流の場合は、はい、もう型にはまったままでやるんだけど、うん、こっちの場合は自由にある程度やるんですけどね、うん、基本的に型を尊重するんだけども、うん、型は基本的に松林流の、ね、基本的に型はもう絶対もあるから、これはもう元だということで、この基本の型がちょっと進化させたやり方です、ね、そうです。この型も18の型松林流にあるわけですよ、ですね、はい、長峰先生がやってると、うん、もう全部我々も全く一緒です、うん、順序は一緒だけどやっぱり型見たら、うん、いや違うなというのが少しのこう変化があるわけですね、うん、変化を加える際にですね、なんかどういった視点でこう変えられたんですか。だからこれはあのお互いにこのディスカッションしないと自分が思う時だよだけでは通らないわけですね、はいはい、空手というのは、うん、自分はこうして作って持っても、うん、この人もそういうふうに考えないわけですよ、はい、私と先輩であっても違います、ちょっとあの違いますよ、うん、練習方法も違う、うん、そしてね、あの、なんていうかな、一つの捉え方もちょっとそうそう、はい、目的はこうなんだけども、その練習する歩み仕方をね、みんな違う、みんな違いますよ、個人個人みんな違う、うん、あっちの人たちはそれまではあんまりやってないような感じ。だからそこがこう自信を持ってお二人とも違うんだよって言えるのが、そうそう、その喧嘩にならないんだなっていう。少林流でも他の流派ともまた全然分かるよ。もう全然違いますよ。僕も先輩のを見て、こうだやっぱりなと、そういうのを取ってね、はい、あ、これはこうしないとあかんなとかね、そういうのは盗むというのかね、こう、はい、そうそうそう、見てね、変化させる、撮影して。はい、やってみるわけ、自分そういう練習しないといかんです。なるほど、常にこう進化を求めてられてるんですね。何かそこに武道的な空手を生み出すようなところまで早く、うん、あの練習したいなと、はい、得得したいなというのがあるわけですよ、ね、うん、これその空手をやられてる中で特にこだわってる点でしたり、こだわりを持っている点って、こだわり、はい、どういった点がありますか、うん、
もう今は僕の場合は年取ってるし力入れないような意識してますね、うん、なるべくリラックスで、はい、リラックスして、まあ、僕は小東館という流派をやっていますので、はいはい、まあ、沖縄の流派に比べるとものすごく多分固く見える流派だと思うんですね。そう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 、っていうのを出身から考えた際に抜きながらこの最後のこのインパクトを入れるというのがものすごく難しく感じるんですね、うんうんうん、そういったなんていうんですかね、その困難は先生の方であったりされましたか。やっぱりね、なんとはっきり言うと、はい、力使うと固まるわけですよね、はい、だから他の流派見てても分かるんだけど、やっぱり硬くなるとこうなるから、松林の場合心筋なんですよ。これは屈筋のような感じになるわけですね。ああ、心筋、しならせて、しなる、だから、うん、準備運動だけでも関節抜きというのがあるんです。またうちのところでは他のところはおそらくこれ全然やってないと思う。関節を抜くんですよ、完全に抜くんですね、うん、あ、こうするとこうして投げるわけですね。そしたら最初の人はもう痛いですよ、うん、僕らはもう何十年とやってるから痛くないですけ ど、 あ、なるほど。これはもう他の、そう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 、今そういうの、その辺も確実にこれは違います、ね、あんたが言ったようにこうつくというのもう硬、はい、くなったら固まってしまう。そうですよね、まあ、あとは那覇手の流派ですもん、あるんですよ、そうそうそう、やっぱり違いますよね、まあ、それは違いますね、そのアプローチが。So their method to stay relaxed was to release the joints. But how do you do it in your style, or how do you personally do it? In my case, I try to relax my fist and to make the fist to my fingertips in order to stay relaxed. How do you do it? Let me know in the comment section below. Tokashiki 先生の方、これね、私の方はこれ独自のよ、私の自身の、はい、やっぱ全身の、今設定全身の力全部抜き切ってしまうと、はい、そして体の重心を保つと、うん、単にね、重心を作って重心を保つ、一点重心を保つということと、はい、それから心の状態はね、無心的な状態で、どこにも左右されない、基本的に何も左右されないような身体反応といいますね、身体状況、重心を作って空の状態というかな、あ、うん、何事にも左右されないと。そうすると普通は達人はこうやって目をやってるけど、前しか見てないけど全部見てるというような話をしますでしょ、はい、ああいう状態になってところからスパーッと繰り出すような空手のね、本当にあるんじゃないかなと。でこれを意識、体で頭で脳で考えて意識して、いやーちょーとーとーとー、これじゃね、武道にはつながらないんだろう。まあ競技空手は見せる空手だから、はい、このフォームがきれくないといかんというんだけども、フォームを固くするとなってくると、これ筋肉が入っていて、もうビッとこう固まってしまう。見える肩のフォームになってしまうもんだから、はい、これはもう無実には繋がらないと。うん、刀も振り回して、それぞれの宮本の巣みたいな。そんな正弦流をこう練習される中でですね、鍛錬型としましては、やはり内反地をやられているんですか。そうですね。彼女の例では内反地ですよ。内反地の内面のこの作り方、はい、ネビウスのこの、これが本当のあれにつながる、全てにおいてつながるんじゃないですかね。うん、私も首都行くわけでこうするんだけども、やっぱり 中ではね、こういう水っていうかの中身では、はい、極端に言えばこうして考えてもやってますよ、鍛錬では、はい、昔の剣の達人だってみんな独自のあれでやってたんですよね、はい、それぞれが個人であったわけですもんね。だからでも4段5段になったらもう個人で探求していくじゃないと言ってますよ。月1回の萌えがあるんだけど、あ、決まったあれがあったんですね、うん、これもだから松林城の流れみたいな感じで、松林城の中で黒部会というのが最初できたんですよ。あ、長見先生、どうぞ、ね、はい、一緒に話するような感じでね、ディスカッションするように、それが長見先生がそういう空間を作られてたんですね。で、先輩たちも全部集まるわけですよ、で、若い黒部になった電池はすぐ入れるわけですよ、はいはいはい、そしたらどんどんいろんな先輩の話が俺はこうも、俺はこうもってある。だ月1回必ず会うわけ。ああ、素敵な。それが今こっちでもそういう長々までやってるんですね。Wow, their open-mindedness is just amazing. In the next episode, we're going to be actually diving into their kihon and to actually see how they're staying relaxed and the techniques that they use.
So please look forward to that. Subscribe to my channel. And if you like the video and if you have watched up to this point, please like it and comment down below. Also, I run an online group lesson and private lesson where we can learn karate together and actually for me to share the things that I've learned in Okinawa. So please check that out from here. And I'll see you guys in the next episode.